はい、リネージュ W やっていきますということで、まあ、一応毎回一応言っておきますけどね、これサブのね、超低スペックスマホなんで、グラフィックは多分最低の最低なんで、一応リネージュ W の名誉のために言っておきますけど、実際はもうこの10倍、20倍くらい綺麗ですからね。ちょっと高スペックなのメインのスマホも容量がいっぱいなんで、で、プレイしてるのはね、実際 PC なんで、まあ、今日は本当にね、本当に別に動画撮るものもないんですが、ちょっとあまりのびっくりで、まあ、リネージュ W を広めるためにね、動画を撮っていこうかなと。まあ、今ね、レベルが38。まあ、もうちょっとでレベル39。40になったらね、一応メインクエストが進められるんですが、ただね、本当にもう何していいかわかんなくて。ただひたすら毎日、日付変わったら、掲示板のミッションクリアできるものを全部クリアする。あとこの無限の島。自分は火をね、放置周回して、まあ、あとパーティーボスのバホメットだけね、倒してって感じかな。クラーケンはちょっとまだ無理そうだったんで、一回だけチャレンジしましたけどね。で、変わったことといえば、ショップの、この前ね、この上級ガチャ券とマジックドールガチャ券、これを売ってることにこの前気づいて、これはね、やっていきますっていう話したんですけど、なんかほんと、リネージ W ってさ、説明書も全然ないから、ちょっと意味不明じゃないですか。なんかこの、刻印装備箱っていうのがあって、で何出るんだろうと思って、何出るか見てみたんですよ。そしたらこう青い装備がたくさんあって、この上の確率とか一切見ずにね、このラインナップだけこう上の方だけ見ただけ。すごいじゃん、青い装備なんだってここで買えるんだと思って。わざわざあんな無駄にさ、永遠出るか出ないかわかんないような敵倒してないで、これで買っちゃえばいいやと思って。30万アデナ使って買ったんですよ。1週間前くらいね。開いたらね、これが出ました。でマジックゲトールっていうのが出ましたね。おお、やっぱり青の装備出るねと思って。その後、数日経って気づいたんですよ。もう一回買おうかなと思って。もう一回なんかアディナに余裕があった時に、もう一回買おうと思って。でこの刻印装備見たんですよ。なんか買わないでもう一回これ見てみて。なんかふと嫌な予感がしたんでね。もう一回開いてみて。その時にこの上のね、確率に気づいて。あ、これ青確定じゃなかったんだと思って。しかも、希少 1% っていうね。すごくないですか？100回に1回しか当たんない。自分1回だけ買ったんですけど、その100回に1回は当てるっていうね。すざましい爆運を見せてしまいましたな。それからね、もうこれは買うことはないなって感じですね。またね、アデナ不足にまた、追い込まれてるんで。今日ね、動画撮った最大の理由はね、2週間前に、リネージュ W のここが不便だっていう動画を出したんですよ。これは早くね、改善してほしいなっていう要望を出したんですけど、今日気づいたんですけど、すごいですよ。自分が言った要望が、もう1、2週間で来てしまいました。マップを開きます。適当にどっかタップします。もうね、自動移動ができるようになりました。こうやって。早速、わずかね、要望1週間、2週間足らずで、まあ、自分が言った要望それしかないですけど、早速その要望が通ったということで。わざわざ掲示板でね、依頼を受けなくても、こういうアイコンからも行けるようになったし、凄ましいね、アップデートの速さです。まあこういう自分が言ってるね、こういう要望をね、こんなに最速にやっぱ実現してくれる運営さんね、やっぱね応援していきたいなと思います。リネージュ W ね。他のゲームをね、大体自分がこう要望を上げると、結構早いタイミングで要望を実現していくんですよ。リンカネにしろね、ロマンスガールズにしろ。何でもかんでも。やっぱ唯一要望が一切叶わないのが幻影戦争ですよね。ただそれを言いたかっただけです。まああとはあれですかね。とにかくフィールドボスっていうのをこの前倒してみようと思って行ったんですけど、フィールドボスを倒そうとすると、まあ、韓国人だか中国人だかわかんないですけど、フィールドボスと戦ってる間に PK されて、フィールドボスと戦えないっていうことが起きて、それを2回くらい繰り返してもフィールドボス戦うのやめようと思って、それからもうひたすらね、数日間、ひたすらね、掲示板ミッション、先ほど言ったね、日課だけをね、やってる日々って感じですね。いまいち、なんかいまいち、リネージ W だからやってるけど、なんかいまいち正直ね、いまいちまだ面白さを実感できてないんですけどね。まあそんな感じで。まあ、リネージ W だからね、まだしばらくは続けていきますが、ただこのマップから自動移動がね、この加わったのは本当にだいぶモチベーションが上がったんでね、これからもね、コツコツね、リネージ W ね、プレイしていきたいなと思います。そんな感じで。どうもありがとうございました。